電話で結果を聞いてもう飛び跳ねて喜びましたね。ラブレスさんとのタイアップが印象に残ってます。やっぱり自分の目標の場だったので、いろんな服も着れてすごいそこは良かった点ですね。変わったことはよりファッションの勉強をするようになりました。なんかもう家族みたいな感じの方たちです。最初は緊張したんですけど、みんな個性的な人たちで面白いです。自分の夢を叶える場所です。一緒にメンズノンノを盛り上げていきましょう。